エウクは、ポーランド北東部の町、ドイツ名リュック。人口6万1156人。1999年に、行政区画が再編され、スバウキ県からバルミア・マズウルイ県の所属となった、エウク郡の中心地である。市街は氷河によって形成された、エウク湖に臨み、森に囲まれている。この地方で最大、かつ最も人口密度の高い都市である。 広大な森林では、狩猟が営まれてきた。エウクの古城1283年までに、ボメラニアにおけるヨトビンギア人の領収スコマンドは、この地の中屯騎士団に降伏した。1323年にこの地方は、北部がブランデンブルク管区、この町を含むそれよりも広大な地域が、バルガ管区に分けられた。かつてプルーセンの開拓地であった。 この町が記録に現れるのは1398年のこと、中東騎士団が城を築いたとある。町名の由来は様々言われている。ドイツ名のリックは、プロシア語のラックスに由来するとされるが、草地を意味するポーランド語のグラムから来たとの説も、ある。1445年に町となった。1537年、プロイセンコー・アルブレヒトは重大な諸事情で、 プロシア公領に逃れていたクラックフの印刷公ヤンマレツキに印刷書の用地を寄進した。ルーテル派に回収したマレツキはマルティンルターの小教理問答書をポーランド語に翻訳、出版した。1546年に市中に開校したマズウリ地方発の中東教育学校では、ポーランドリトアニア共和国の貴族だけでなく、プロシア公領のドイツ人もポーランド語で教えを受けた。 1709年から1710年に流行した薬病では1300人が亡くなった。1831年にはこれらが蔓延し、人口の約1割にあたる300人が犠牲となった。1837年に約80人、1852年にも333人が命を落とした。1825年、リュックには、 ドイツ人が1748人とポーランド人が1394人いた。19世紀初頭、ティモテウシュ・ギゼビューシュが市内にポーランド語学校を開くと、1820年に、そこの校長に着任したフリデリック・ティモテウシュ・クリエガーは、ポーランド人の母語を使用する権利を守ることに、尽力した。クリエガーはまた、プロイセン局のゲルマン化政策に抵抗して、 ポーランド語の教育プログラムを作成した。1840年、ドイツ語の新聞ライカー・ジェメイントナット・シジス・アンター・ホール・トゥングス・ブラッドが創刊された。1842年から1845年には、マズーリ地方の新聞プラジー・チルル・デュレッキがゲルマン化に抵抗し、ポーランドの民族文化を育み、農民を啓蒙することを目的として、市内で印刷された。 1845年5月には、地元のポーランド人青年の決起を狙って、カズミエシュシュルツが市内のポーランド人の抵抗運動を組織した。1896年から1902年まで、市内で観光されたポーランド語師、ガゼータルドバは、ビエルコ・ポルスカ地方の諸銀行から熱い支援を受けて、マズーリにおけるポーランド国民運動の機種となったが、間もなく、 ドイツ当局の弾圧と差別の標的となり、廃刊に追い込まれた。1896年に357部あった発行部数は、世紀の変わり目には250部以下に落ち込んだ。ドイツ系アメリカ人の作家リチャード・ブランクは、廃刊は、マズウリにおけるジャーナリズムの共闘法を築こうとした、ポーランド人ナショナリストの二度目の奮闘をくじく、ものであった。 1880年に建てられた裁判所庁舎。現在は小学校、エウク大聖堂。1895年地区ドイツ当局のゲルマン化の強制に対抗すべく、ポーランド人とマズーリ人の活動家は1896年、市内でマズーリ人民党を結成した。市の中心部には、今日、同党の共同設立者であるミハウ開花を称えた記念碑がある。 結成当初から、党はプロイ戦当局の過酷な弾圧と攻撃にさらされた。1898年のドイツ連邦選挙で、マズユリ人民党は229票を得たが、1912年には20票に激減した。1910年、リュックの人口は1万3000人以上に膨らんでいた。マテウシュシュフニにつきは1900年時点の、 ポーランド人の比率を35.7%と算出したが、これはドイツの推計をもとにしているため信憑性に疑問が残る。第一次世界大戦でロシア帝国軍がこの地方を攻撃し始めると市民の多くが難民となったが、単年ンンベルクの戦いとマズーリ・コハンの戦いが終わると帰還した。ベルサイユ条約締結後、イギリス軍と イタリア軍の監視下で行われた東プロイセン国民投票ではドイツ残留が8339票、ポーランド編入が発表であった。リュックではまた国際的なユダヤ人ニュース雑誌ハーマジットが発刊されていた。バイマル共和国では反ユダヤ感情が広まり、ナチスの権力掌握以前からユダヤ人が迫害の対象となっていた。 ファシズムの進派が集まる場所では、反ユダヤ氏、ディージュリシャ・バーレジェンハイトが配られた。1932年には、地元の薬剤師、デオ・フランケンシュタインの自宅に、手榴弾が投げ込まれた。1933年に、ナチスが、権力の座に就くと、反ユダヤのうにりは、激しさを増し、多くの商人やユダヤ系知識人が逮捕された。の夜には、町内でも、 ユダヤ人商店やシナゴーグが襲撃され、荒らされた。この事態に立ち至って、リュックのユダヤ人の中には、避難を受け継いする者もいた。ある者は外国に、ある者はベルリンに脱出し、ドイツから上海に逃れた者もいた。残ったユダヤ人のうち、80人が各地の強制、絶滅収容所で虐殺された。第二次世界大戦中、市内には、ノルウェー兵と、 ソビエト兵の捕虜収容所が置かれ、激しい爆撃を受けた。赤軍が進駐してきた1945年1月、リュック軍には5万3000人の住民がいた。それから、ポーランドの死生下に置かれた1945年4月以来、一貫してポーランドの一部を成している。町は再建され、エウクと解消された。一時資料を元にしているため、 偏見や先入感を含んでいる可能性がある。出展、セントルモ地区エウク町は、ポーランドでオシェドラと呼ばれる下記の13地区に分けられる。エウクの精神教会カトリック大庭学校、第二次世界大戦前、町とその周辺の大多数はルーテル派であった。戦後、ドイツ人が追放されると、多くのプロテスタントの教会が依然住民の信仰に、 重要な役割を及ぼしていたが、エウクでは、ローマカトリックが、中心的になった。プロテスタントにはメソジスト派、バプテスト派、ペンテコステ派、カリスマ運動が牧師であるなどがある。カトリック教会で、エウクは、イエジマズール司祭が干渉する、エウク教区の中心地である。現在のエウクの町省は、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が訪れた後の1999年に、 制定された。以前の町章では緑であった地面が黄色になったほか、鹿のデザインも変わった。さらに、鳳凰の気象が加えられた。1967年までヤーヌス神の総王をあしらった別の紋章もあったが、その起源は定かでない。ありがとうございます。